100均のカップね、これは多分セリアで買ったのかな。これ 7.5 っていうやつじゃなくて、もう一つ小さい S っていうタイプ、これをですね、ちょっと汚いですけども、こんな風に山形にカットしてみました。で、本来は、ここにもっといっぱい穴を開けるべきなんでしょうけど、ちょっと道具が見つからなかったのと、だいぶ暑かったんで途中でやめてきました。で、これを何に使うかというとですね、これ鹿番長の M9 タイプです。で、最初はこの 7.5 のやつをこっちにはめようかなと思ったんですが、まあ、とりあえず小さいので一回やってみるかということで、カットして入れてみました。するってとですね、今なんか最近クラウドファンディングとか新しい商品とかで結構いいお値段で売ってるキャンプ道具みたいになるんちゃうかなと思ってやってみました。最初ここの合わせ目にしっかりはまるようにしようかなと思ったんですが、どうもそれで保持をするこの上に例えばこうカップを乗っけたりとかね、いうので保持するのが危なかろうということで、こういうランタンのこういう傘のところにしっかりこのかぶせるものを当てて保持してるんじゃないかなというふうに思いまして、ざっくり切って切り口を開けてみることにしました。すると多分最近流行りのキャンプ道具になるんじゃないかなと思います。ここをもっと穴開けないと多分ここに熱がこもって、中が真っ黒になるんだと思うんですけどもね。まあ、このままでもいいのかもしれませんが、一回これで実験してみてもいいかもしれませんね。3000円ぐらいで売ってるのかな、ネットでは。これカット自体はグラインダーじゃなくて、サンダーでガーッと、目視で何の毛がきもせずにやってみましたけどもね、結構いいサイズ感ではなかろうかというふうに思います。工具があれば結構簡単にできそうでした。以上です。